黄昏時、冷たい街灯が街の境界線をポツポツと映し出し、無力な子猫がここに隠れています。毛は乱れて体は弱々しく、路地に一匹でつまずき、恐怖に満ちた目は、世界の厳しさを知っているようだ。ちょうど夜の絶望が覆いかぶさるような時、夕食を終えてのんびりと散歩していた女性が、うっかり子猫の世界に足を踏み入れ、両者の間で一方は取るに足りないが、印象的な小さな姿であり、もう一方は子猫にぬくもりを伝える存在だった。子猫は女性の優しさのかけらを感じ取ったかのように、勇気を振り絞り、ゆっくりとこの見知らぬ天使の方に近づき、その瞳はかつては絶望で満たされていたが、今では生き延びるための炎で揺らめいていた。女性は身をかがめてよく見ると、子猫の後ろ足はなすすべもなく垂れ下がっており、明らかに言いようのない傷を負い、全身だけで必死にバランスをとっていた。一瞬のためらいもなく、このか弱い命を優しく抱きかかえ、近くの動物病院に駆け込み、医師の入念な診察で、子猫の悲惨な過去が次第に明らかになってきた。後ろ足は強い衝撃で負傷しており、骨折の跡は人が見るに耐えない残酷さを物語り、こんな悲劇に見舞われるのは悲しいことだ。しかし、この深刻な診断の後、医師の言葉は夜明けの光のようで、一筋の希望を見せ、根気強いリハビリの努力によって、子猫が健康を取り戻せる可能性は 50% あると言った。望みは薄いが、このわずかな可能性は命のろうそくを灯すには十分だ。こうして愛の旅が始まり、この世界では、無関心と冷酷さに直面しても、温かさと希望が粘り強く育っていることが証明された。女性は、この不運な子猫を自分の人生に迎え入れ、子猫のために愛の楽園を築くことを決心した。時は流れ、日々の世話と限りない優しさが、子猫に与えた最も確かな支えになり、時間が許す限り、彼女はいつも付き添い、辛抱強く子猫がそれぞれのリハビリ訓練を完了するように導き、目は生命に対する深く繊細な思いやりに満ちています。子猫の心は次第にこの無償の愛に触れ、ますます感謝と女性への愛着で目を輝かせ、さまよっているような、無力で傷ついた小さな命から、今日の元気で幸せな子猫になり、この変貌は間違いなく喜ばしい極みであります。この愛着の日々の中で、子猫と女性の間には愛の架け橋が築かれ、そのすべての瞬間に幸せが満ち溢れ、互いの人生にとってかけがえのない光となった。女性の無視の精神と子猫の生き延びようとする執念が、織りなす壮大な生命の力強さには目を見張るものがあります。しかしそれは同時に、なぜこのように無垢で純粋な命がふさわしくない苦しみに耐えているのか、深く思い起こさせるものでもあります。野良猫も私たちと同様にこの世界の一員であり、内面には生命への燃えるような欲望と愛情を秘めて、人々はこのような温かく感動的な物語に心を動かされ、小さな生き物への思いやりが波紋のように広がり、すべての命に温かさを与えた。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。